今回宿泊するのは現在全国展開を広げているホテル R9 ザヤード。被災地にはレスキューホテルとして被災地などへ出動するコンテナホテルなんです。軽食引き換え券もついていて、お好きな時間にお部屋にある電子レンジで解凍して食べることができます。私は今回ビーフンをいただきましたが、とっても美味しかったですよ。ドリンクバーも自由に利用できます。駐車場は無料で利用ができ、喫煙所は敷地内にあります。さあ、それでは中に入ってみましょう。中はこんな感じです。コンテナホテルは防音性にも優れていて、快適に過ごすことができます。室内にはマッサージチェア、デスク、テレビ、冷蔵庫、ドライヤー、ケトル、加湿器、Wi-Fi も装備されています。ベッドも広めで、エアコンもすぐに効いて快適でした。そしてバスルーム見てみましょう。ボディーソープ、シャンプー、リンスとアメニティも揃っています。ホテル R9 ザヤード、ぜひ利用してみてくださいね。今夜の夜ご飯はめぐみ屋さんでいただきたいと思います。今日は最後の晩餐ですね。明日都の城をちょっとヘルプもあって、まだ行き先は決めてないんですけど、今日に詰めて、で明日の、まあ、夕方くらいには、福岡に向けて走ろうかなと思ってます。です、乾杯。今日はノンアルコールか。で、なんかこれは玉ねぎ、あ、違うやん、キャベツですね。間違いない、キャベツですね。はい、なんかかかっとる。あ、これサンバイズや。サンバイズ、うん、サンバイズがなんかえらく美味しくて、コンビニでも売ってましたよ。あった。あ、美味しいこれ。うん、ホルモンの唐揚げって珍しいですね。じゃあ、いただきましょうか。あ、ありがとうございます。いただきます。レモンを絞ろう。よっ、美味しそう。ホルモンの唐揚げ、やばっ、やばっ。うん、これ絶品、おいしい、すっごい、やばー、うん、これは私好みです。好きになったんです。てか肉ばっかりの2日間。あ、でも昼は今日カレー食べたんで、宮崎といえばチキン南蛮です。違う、都城かな、宮崎全般かな。いや、でも地鶏の方が有名な気もするけど、信岡とか行った時はチキン南蛮めちゃくちゃ美味しかった。じゃあチキン南蛮いただきます。うん、これ肉がめちゃくちゃ柔らかい。これ、ひな鶏かな。ひなと親鶏では味が違うんですよ。柔らかさが違うんですね。うまっ。鶏が入りました。そしてつくねですね。つくねは卵をつけて食べます。すいません、失礼いたします。明太チーズ卵。あ、美味しそう、すごい、すごい。ちょっと待って、すごいのが来た。うどん唐揚げになります。はい、ありがとうございます。これがすごいのが、うどんの唐揚げですね。うどん、うどん。そして、どんだけ食べるねって感じでしょ。これが、明太チーズ卵。美味しそうです。並べましょう。
暑くないから、うん、おいしい。これはうどん、うどんの唐揚げって珍しいよ。なんかゴムみたい。わざわざうどんであげなくてもいいかなって感じですね。まあ、これはちょっと微妙かもしれません。これね、ああ、こっちから行こうか。これがね、めっちゃすごいんですよ。じゃーん、すっごいね。さらに中にこれチーズが入っとるのかな。今ね、お腹空いとるけんいけるよ。これ卵焼きはあのどっちかっていうとちょっと甘めなんで、この塩辛い明太そしてチーズがマッチしてますよ。マッチグー。うん、縁もかけ玉ではございますが、これちょっとデザートですね。これ揚げパンマン、きな粉がかかって中にアイスクリームが入ってますね。もうお腹いっぱいで今度力が出ないちょっと食べましょう。甘いものは別腹ですもんね。きれい。失礼します。揚げパン、きな粉を選ぶ。お一つね。はい。はい。お一つですか。これ、美味しいけ。これは、多分文語高田の昭和の町で食べたことあるんですよ。綺麗。まだでかい。絶対こぼしそう。いただきますよ。終了だ。こんな感じですね。かなり余ったるそうです。いただきます。うーん、都城に来てますが、昨日の夜からめちゃくちゃ雨が降ってるんですよ。ちょっと待って、あそこにお祭りの宣伝が出てますね。今日は素敵な都城を紹介していきたいと思います。まず西都城駅、そしてあの隣にバスセンターがあるんで行ってみたいと思います。駅前、駅前なんですけど、ちょっとねあんまり人がいないですね。7月にお祭りがありますよ。おかげ祭り、おかげさまですって、そんな感じですよね。そうね、7月、まあ博多もね、山笠とかあるけんね、もう今どこも準備中なんでしょうね。ちょっと写真撮っとこう。もうさ、旅に来て雨だともう最悪や、どうしようもない。そんな時は駅の中とかで遊ぶ。なんかカフェとかあるのかな。宮崎交通、なんか宮崎市内になんかよく行ってた頃はなんか宮古シティね、宮古シティ、あーなんか宮崎っていいよね。おー、意外に寒いや今日は。よし、ここですよ。バスセンター。宮崎交通の。バスだ。快速バス。こっから、
宮崎とか小林とか空港とかいろいろ出るっちゃね。もう雨風で髪の毛もくしゃくしゃでどうしようもない、はあ、鹿児島コースも入っとるね。南九州ね、島津発祥の地、ね、観光案内。まあね、今日天気があんまりね、こんなんやからね、ちょっと、そげん行けないんですよ。うん。本当は僻地に行きたかった。秘境に行きたかった。さあ、ちょっと待って、これ駅ですね。シンプルな感じですね。うん。いいと思います。中になんかカフェとか、ご飯食べるとこがあったら嬉しいな。いないわ。寂しい。ちょっと待って。キップリマンおじちゃんおらんやん。カーテン閉めてる。これどこまで行くんですか。日南。あ、空港とか。でも結構これに乗ったらいろんなとこ行ける。そっか、昨日行った駅、大隅横川とかそんなも行けるった。意外に旅ができる。鉄道の旅。あ、でも少ない。こんなもんか。でもさ、都の城って、都の城なんだよね。注文時か。島漬け、あ、島漬けの家紋は島津本家との家紋によく似とうけど、丸と十文字が離れとるか離れてないかってそんなことだし。ちょっと西都城駅前は思ったより何にもないんですね。ちょっとしょうがない。なんかさ、やっぱりあのバスも本数が少ないね。やっぱ福岡の西鉄様様ってすごいな。とりあえずちょっとやっぱりあのメインの都城駅の方に向かってみたいと思います。これなん、え、元村交通って何。これ、この奥いっぱいいろいろあるけど分からん。こういうバスもあるった。へー、あ、あれ出るね、バスが。正面から撮っとこう。ちょっとちっちゃめですね。さあやってきました都城駅ですね。こっちの方がちょっと都会かもしれないと思ってやってきたんですけど、なんか T ポイントカードみたいなタクシーが止まっとる。ちょっと渡ろう。都の城ですからね。これがなんだ、4つのテスト。駅前は結構ホテルはたくさんあるんですけど、結構廃れたビルも多いですね。ちょっと駅の中なんかあるんかな。
あ、駅の中は食べるところとかはないや。ない。私はちょっとチキン南蛮が食べたいんですけど、チキン南蛮屋さんで、この多分なんか付近は飲み屋街も一緒にありますね。高崎観光バスとかがある。バスはやたらとあるな。なんかあそこ食べ物屋さんかな。ちょっと雨がすごいんで、こっちから行ってみようか。ダメだ、閉まっとる。これ夜の店かな。今日は木曜日か。チキン南蛮ここにあったよ。え、閉まっとる。これ唐揚げグランプリや。チキン南蛮部門、こんなとこで食べたら美味しいっちゃろ。閉まっとる。美味しいものが食べたいです。なんかないかな。私あの都の城走ってて思ったんですけど、久留米の街にねちょっと似た感じですね、雰囲気が。ほら完全飲み屋街だ。90分2500円とかか。お店はでもいろいろ入ってますよ。ただお昼ご飯を食べる場所がないのかな。昼やってます的な店。お腹空いた。ちょっと駅前なのにあまり活気がないですね。やっぱ人がおらんね。どこに行ったっちゃう。こっちに行くと多分なんかメインの大きな通りですね。これ道南中央線とか、うん、チキン南蛮はどこでしょうか。ここに出たらあるかも。大きい通り駅前。みんなさ、都の城のことを都根城って言うよね。なんだこれ。あ、酒屋か。酒屋だ。お店がない。駅前なのにない。どこにもお店がなかったんですよ結局。だからやっぱりここですよね。多分都の城の方が一番多く集まる場所でしょう。ここでランチいただきます。お腹空いて死にそう。やっとチキン南蛮にありつけました。こちらのランチ、このメインプレート、そしてお味噌汁、ドリンク、デザートまでついて1000円ぽっきり。安っ。いただきます。今日はどうしてもチキン南蛮が食べたかったんです。コンペイ亭さんはうちの近くのイオンモールにも入っています。お肉柔らかくて美味しいです。とりあえずチキン南蛮が食べれて満足してます。食後はアーケードがある
繁華街にでも行ってみようと思います。そこだったら人もいるし、いろんなお店もあると思います。都城の商店街です。アーケードですね。アーケード、あの車は結構通ってますけど、人は歩いてません。お店はね、あんまりやってない。だけどここに喫茶店を見つけましたよ。喫茶店シグナルだって。これは多分ね、カラーリング的に昭和っぽいお店でしょう。行きましょう。おー、すごい。あれは昭和のディスプレイや。あらか昭和の匂いがしてきた。わあ、すごい。これこれ、めっちゃ昭和やん。探してましたよ、こういうの。電話が、事故電話や。おしぼりが袋に入って出てきました。で、なんかメニューは、多分これももう昭和から使ってるようなメニューですかね。ちょっともう破れかぶれ。モーニングトーストセット、これ多分ね、値上がりして今600円だけど、昔は多分300円とかそんなもんよ。だけど食事もなんか焼き飯からカレーからビールとかもある。何でもあるんだ、すごいね。へえ、ご夫婦でやられとっちゃね。あ、悩む。これちょっと悩みます。コーヒー頼みましたけど、後からチョコレートパフェも出てきますよ。そしてですね、こういう本があるんですけど、これなんとこのお店が表紙ですよ。819件載ってる中のね、すごいですよ。でこの本の中にも、載ってました。ここですね、シグナル。都城までぜひ来てください。絶対いいよ、めちゃくちゃ。お待たせしました。うわ、すっごいね、これ。チョコレートが出てくるまでに、あ、ここに入っとる。半端ないね、これ。これで600円ぐらいだったっけ？安かったよ。これフルーツこんなに使っとって、証じゃない？大丈夫？いただきますよ。うん。なんかスイカのチョコレートみたい、なんか味が。スイカ味、うん、わあ、すごい。あっ、落ちた。ちょっと待って、10秒ルールちょっと待ってください、こぼしちゃった。てかね、これ結構無理やりね、お父さんがはっつけとる。ちょっと待って、すごいんですよ。キウイか。なんかチョコレートパフェって、なんかチョコレートがピューッと周りにかかったやつを想像してましたよ。これどっちかっていうとフルーツパフェ的な。うん、これはすごい。これが純喫茶ですよ。ここはなんか、50年前からやってるっていうんで、多分昭和50年ぐらいからでしょうね。この頃は多分この商店街もたくさん人が歩いてたんだと思います。今は本当にこの3日間あまり人に会ってないんですよ。人は住んでるけど人に会ってないんですよ。特に、ま、最初伊佐とかはちょっとヘキシーまで行きましたけど、でもね、なんか昨日霧島行ったでしょ、って都の城でしょ。本当に人がね、あんまり合ってない。
でもここは素敵な喫茶店ですね。チョコレートとかもついて、これウイスキーボンボンやないですか、多分。なんか食べたらあのウイスキーがちゃんと出てくるやつ。いいね。じゃあちょっとまたアーケードを歩きましょう。ただね、あんまり空いてるお店が少なくって、これメインストリートですよね。でも上屋根がついとうといいね。中央通り、平日やんね。やってないのかな、閉まってるのか。もうずっと雨、今日は。まあ、この後もう福岡に帰りますよ。これ何屋さんかよくわからないんですけど、なんでしょうね。ここも元、これは元理髪店か美容室かみたいな、そんな感じ。もうやってないですね。とりあえずあんまりやってるビルが、ビルじゃない、あれ、空いてるお店がないです。本当に。あ、本屋がある。ちょっと待って。本屋があった。旧街道だって。本屋ですって書いてある。あ、これなんかすごいかも。昔の都の城の写真がある。すごい人が、めちゃくちゃ人が歩いとる。ここにも貼ってある。あー、すごいな。だっこちゃん、だっこちゃん知っとる。